はい、こんにちは、ブルーホースです。本日もね、バイオハザード4やっていきましょう。ということでね、まだ仮面しか持ってないアシュリーちゃんをこれからドライビングスクールに、ね、通わせてですね、路上教習を、ね、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ということでね、なかなかの滑り出しですね。またこのところが、いきなりちょっとね、バーンって、ね、やっちゃったんでね、いきなり目の前にあった壁を破壊するという正面衝突の、ね、事故を起こしてしまったということでね、はい。で、ありとあらゆるね、アシュリーの、ね、ファンがね、ちょっと待ってよ、僕も車に乗せてよっていうふうに、ね、襲いかかってこようとしていますんで、ファンからね、アシュリーを守るためにもね、無事ね、路上教習を終えることができるように、ちょっとレオンを今からね、守りに徹していきたいというふうに思います。はい。上からは来ない、大丈夫ね。うん。で、こうやってね、走ってきてね、飛んでくるんでね、さっさとね、でも僕弱いね。うん。さすがに敵の数が多いからなんだろうけど、うん、でもさすがに登ってきたら急に体力が増える感じがするね。ちょっと待って、ね。鬱陶しいんで、一回一掃します。ほい、さよなら。アイテム特にないからね、弾薬ここまでね、なかなか取り揃えて言うてよかったかなっていう感じはそうすると結構するよね。ほい、ほい、ほい、ほい。こういう時にね、マシンピストルを持っててよかったよね。弾薬、弾幕がね、250、バーッ、来た。後続車、お釜を掘られないようにね、ちゃんとね、アシュリーちゃんがね、無事にね、ちゃんと免許取れるところまで持っていかないといけないのが、やっぱりね、教官としての務めだと思いますんで、あらゆる障害はね、取り除いてあげると、はい、じゃあそこでブレーキ踏んでやるかな、はい、じゃあ大きく膨らんで、はい、はい、ルーシー・サイモクっていうね、ルーシー・サイモクって皆さん知ってるのかな。僕、ルーシー・サイモクって、ルームミラー見て、指示器出して、で、サイドミラー見て、で、目視してっていうね、ルーシー・サイモクっていうね、覚え方をさせられたんですけど、ドライビングスクールの、独自のあれなのかな、なんか、余命は知らなかったっつうので、うん。さて、じゃあ、ターンテーブルじゃない、これ、なんだろうな、単なるエレベーターなのかな、はい。OK。まで到着したというところでしたんで、とりあえず、はい。了解です。任せてもらって大丈夫です。今日ね、ちょっとね、とある事情があって、今、イヤホンをしておりません。なので、敵の声とかが全く聞こえないんで、ここどうなるかっていうのはちょっと不安なところなんですよ。うん。なぜかっていうと、リオンが普通に上がって、これ敵倒すだけじゃなくて、アシュリー側にセクハラを犯そうとするね、ファンの皆様方がね、集まっていくっていう、そういう、あれでもあるんで、ちょっとね、アシュリーが襲われたとしたらどうしようかなっていう感じかな。うん、意外とね、ちょっとほっとくだけでね、アシュリーに勝手にね、なんかね、向こうの世界に旅立っていっちゃうんでね、来てるかな。で、はない。こういうことだよ、こういうことなんですよ。イヤホンを外してるとこういうことなんですよ。本来だったらなんかチャカ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 言ってるのが聞こえてくるのが聞こえてこないっていうね。うん、ここに来てまでナイフプレイをするというね、丁寧に弾薬の節約をするというね、弾薬節約、薬、はい。ああ、行ってるね、よかったら見といて。ほい、ほい。アシュリーもさ、あそこでなんか固まってないでさ、なんかめっちゃ走ってきたわ。普通に、なんだろう、あ、こけたね。うん、普通にさ、なんだろう、逃げればいいのに、その瞬間だけ。別に席立ったからもう、免許剥奪しますとかそんなことしないからさ、普通に逃げてほしいんやけど、その瞬間だけちょっと逃げれるところで。アシュリー基本的にキャーとか言いながらさ、普通にさ、しゃがむだけだもんね。うん、多分サバイバル能力はないと思いますよ。大丈夫かな。じゃあとりあえずブーってやっていきましょうか。ほい、ショッタもどんどん、おろはい、こういうことが起こるんですよ。こういうことが起こっちゃうんですよ。仕方ないよね。はい、うん、やっちまったね。ちょっと今のは免許を取るにあたっての限定にはしないですよ。僕が悪い、完全に教官が悪い。無事に免許を取らせるためのね、サポートをしきれなかったというね、教官側が悪いので、そこはもうアシュリちゃん気になさらないでください。はい、完全に私が悪いござんし、すいません。やっちまったわ、マジか。登ってるやつらいるし、どうしよう。とりあえずこれで、外してるし、アシュリーなんかすげえ黄色いな。体温低いのかな、男性の。
あれと比べて。また降りてるし。あ、ちょっと待って、ちょっと。OK。いいね。よし。じゃあ、これでアイテムを、あと取ってしまって、また来てないかな。もうちょっとね、イヤホンがね、ないとね、そうなんですよ。ちょっとイヤホンが潰れちゃったんでね。もう一回ちょっとチラッと見といた方がいいかな。あれ、ちょっと、なんかキーボード操作って時々そのボタンが押し込めないっていうことがあるんでね。それなんとかならないかなって思ったら来てるし。うる。お前最後のパンや。セクハラは俺しか許されへん。うん。まあ、直接手は下さない。カメラワークの、あれなんでね。前回パートでお見せしたようにカメラワークによるものなんで、まあ、気にしちゃダメよ。はい。いらないアイテムがあるんで、これはもう置きっぱなしにしておいて、で、ね、ちょっとね、飛び込んでこようとするね、飛び込みファンがいるんで、そこはね、ちょっと遠慮なしに、ボコボコに縛っておきたいかなと思うんですね。はい。まあ、もうすぐでね、教習所の入り口に戻っていくところなんで、まあ、そこまでたどり着ければね、なんとか、まあ、今回の運転はね、ちょっとね、僕のサポートが悪かったっていうことだったんで、そこら辺をね、ちょっと免除して、壁をボンボンぶち壊したことを、まあ、除いてですよ。除いて、まあ、ちょっと免許はね、まあ、あとは、最後、筆記試験を受けて合格していただければという状態までね、もう、僕は丸を出そうと思いますんで、はい。まあ、なかなかね、いいと思いますよ。二十歳で免許って言ったら、まあ、普通なのか。そうだよね。アシュリーだ。そうだね、二十歳だもんね。うん。いたのかよ、これ。セクハラやろ。あ、もうその間にめっちゃ乗ってんじゃん。もう。そういうのは良くない。あ、そういうのは良くないよ。はい。いって。え、なんだ。あ、めっちゃ足元にいるわ。ちょっと待って。これはちょっとめんどくさいことになった。回復。うん。OK。で、とりあえず、はい、下車してください。突っ込んでくるわーって、アシュリーが言うとなんか、あれだね。あ、ちょっと待って、正面が教習所なんですけど、教習所、なんかあれだね。別のトラックと被ってしまったね。しまった。じゃあ、ちょっと脱線してしまったということで、はい、今回、アシュリーちゃん、残念ながら不合格ということでね。はい、また、仮面からやり直して頑張ってください。路上教習の第一段階目から頑張ってください。はい。もう免許取ったの10年前だから何したか全然覚えてないよ。とりあえず90分の授業がクソ退屈だった。じゃあ50分か。50分の授業がクソ退屈だったっていうことだけ覚えてる。あとね、仮免を取ってから路上教師に出るまでが2ヶ月弱くらい間が空いてしまったっていうのがあって、いきなり路上教師に出た時のドキドキは今でも覚えているっていう、まあね、そういう個人の体験、感想、どうでもいいわ。うん。じゃあとりあえずとかも、ほんとどこにでもいるよね。じゃあとりあえず、はい。で、改造させてもらって、と思ったけど、特にいらないかな。限定仕様もな。やっぱ10万って結構きついんだな。それで5倍くらいの威力になるかって言ったら、2倍にすらならないからね。1.2 から 2.0 になるだけですからね。まあでも確かにマシンピストルの弾薬数で3発撃ったらレッドナインのマックス値と同じくらいになるってなったら、まあまあそれは得は得なのかもしれないけどね。うん。じゃあ最後組み合わせておいて、これはまあ必要なに応じて撃っていこうかなと思います。はい。ということで、またちょっとお別れの時間となってしまうんですが、まあ、また一人身のね、自由な時間がやってくるんで、うん、まあ、定期的にね、やっぱりね、くっつく離れるっていうのはね、休みの日なんか特にあった方が、やっぱ自分の自由な時間が過ごせるってすごいね、いい話なんでね。うん。抵抗しても無駄ですよ。それはそうですよ。うん。まあでも逆らえるようになった時がまあ独立の時というか自立の時なんでね、まあ、そこをねぜひね楽しみにね、サドラーさん、次お会いする時にはね、あなたをきちんと、ところがまあこれ絶対ね、サドラーね、単純にお金とかね、我が教団の力を世に示すためだとかって言ってるけど、絶対アシュリーに関してはとある理由でやってるよね、本当に。この体つきだぜ。
あ、また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 レオン、本当もうやらしいわ。はい、プルンプルンしてプルンプルンしてる、うん、メロン2個とかってなんか自分のカップ数言ってくる女の子がいるらしいですけど、なんかそれってどうやらメロンの小玉だったらこのカップ、中玉だったらこのカップ、この大玉だったらこのカップっていうのがあるらしいですね。 FHJとかあったかな、2つずつ刻みとかですかね、まあ、そんなしょうもない話は以上として、はい、ということでね、本パートもね以上とさせていただきます。またね次回パートでお会いいたしましょう。チャンネル登録ボタン、グッドボタンもぜひよろしくお願いします。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。